東京アディオス監督の大塚です。10月11日のイベントに来てくれた若いお客さんから白黒映画初めて見ましたって言われました。東京アディオスは白黒映画、モノクローム映画です。昔の白黒映画はフィルムで撮影されていたんですが、東京アディオスはデジタルカメラで撮影されています。なのでデジタルモノクローム映画ということなんですけれども、デジタルモノクローム映画っていうのは私の造語です。私は昔の日本映画がすごく好きなんで、普段から見ている映画の半分以上が白黒です。なので今回は白黒映画の魅力を伝える動画をやってみようと思います。といってもですね、タイトルが膨大なのでジャンルを細かく絞って、そのジャンルの代表的な名作、今見ても面白いと思う作品を5本ずつ紹介していきます。最初のジャンルはですね、一組の男と女の関係を描いた作品、つまりラブストーリーですが、その中でも絞り込んで、ダメな感じの男女関係だけを描いた作品をピックアップして紹介します。第1作目はこれ、スズキパラダイス赤信号、1956年に公開された日本映画、日活映画ですね。簡単に内容を説明すると、ヤリマン女とですね、全く働く気力もないダメな男、この2人の腐れ縁をですね、今の言葉で言うと共依存関係を描いたものです。見事にリアルな話になってますね。タバコを買ったら2人合わせて所持金が60円しかないというところから話が始まります。お前ら今まで何やってたんだって話ですね。それで、遊郭、まあ売春街なんですが、そのすぐ横にある一杯飲み屋に2人して住み込みで働くことになって物語が始まります。そんなしょぼい話が、面白くなるのかと思うんですが、これが息もつかせないぐらい面白くなるんですね。主演は新玉道夫です。ずっと和服姿ですごく色っぽいです。相手役のダメ男は三橋達也、名優ですね。黒澤明監督の天国と地獄なんかでもいい味出してます。そして監督は川島雄三、この人は黒澤明とか小津安二郎とか、そういう巨匠に比べると知名度は低いんですが、今も熱狂的なファンがたくさんいます。演出にスピード感があって、古い感じが全然しないんですね。だから若い人のファンも多いです。このですね、幕末太陽伝というのが代表作ってみんな言いますが、私はこのスズキパラダイスが最高傑作だと思っています。一度ファンになるとですね、完全にハマってしまうというのが川島雄三監督の特徴です。書籍もいっぱいありますね。これは助監督で後に作家になった藤本義一さんが書いた川島雄三さよならだけが人生だという本ですね。まあ伝記としては決定版ですね。それからこれがですね、栄光なき天才たちという漫画シリーズで川島雄三監督のことが描かれています。川島雄三監督は栄光なき天才だったということですね。川島監督は45歳で亡くなりました。若くして亡くなったというのも伝説的になった理由の一つですね。スズキパラダイス赤信号、映画館で見てほしいですが、そうもいかないという人は DVD でも見られます。そして川島監督の魅力、白黒映画の魅力を味わってください。自分がダメな人間だと思っている方にはいい心の慰めになると思います。ぜひスズキパラダイス赤信号をご覧になってください。東京アディオスもお見逃しなく、チャンネル登録もよろしくお願いします。OK、 センチュー東京アディオス。